マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、スーパーマリオカート、スーパーマリオカートは、ニンテンドーが1992年8月27日に発売した、スーパーファミコン用ソフト。マリオカートシリーズの一作目であり、この作品で確立された、各種基本フレームは、最新作に至っても変わることなく、現在も受け継がれている。その完成度の高さから、 カートレースゲームの原型的存在として、現在も根強い人気を持つ。日本国内における、スーパーファミコン用ソフトの最高売上を記録した。バーチャルコンソール版は2009年6月9日より、Wii2013 年6月19日より U、WiiU2016 年5月9日より、ニュー・ニンテンドー 3DS にて、各配信が開始されたほか、 2017年10月5日に発売されたスーパーファミコンの復刻版ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン2019年9月6日配信開始のスーパーファミコンニンテンドースウェッチオンラインに収録されているマリオシリーズのキャラクターたちがカートでレースバトルするゲームである純粋なレースゲームに加えライバルカートへの妨害要素をユニークに表現している モードは4つに対別され、カップごとに5つのコースを渡り歩いて、各レース結果に応じた、ドライバーズポイントを稼いで、総合順位を競う、マリオカート GP、敵カートからの妨害を受けることなく単独で、コースに挑戦し自らの限界タイムに挑む、タイムアタック、そして対人要素として、既存のコースを1つ選び勝敗を競う、VS マッチレース。 他のカートへの妨害要素そのものをテーマにした対決を専用コースで行うバトルゲームが用意されている。4タイプ8人のキャラクターの中から好きなドライバーが選べる。コースは3つのカップに、それぞれ5コースずつ、合計15種類が原則だが、追加要素としてスペシャルカップが追加され、この5コースを含めて最終的なコースの総数は20となっている。バトルゲーム以外は、 すべて5周でゴールインとなる。なお、プレイヤーが5周目に突入すると BGM のテンポが速くなる。コース中に落ちているコインを拾えば最大10段階までスピードアップできるが、他のカートとの接触で1枚、水没、転落で2枚、アイテム接触によるスピンで4枚のコインを失う。コインがない状態で他のカートと接触すると、 カートがスピンして一時的に止まってしまう。本作ではシリーズ中唯一、ゲームモードに関わらず、ゲーム中の画面が上下に分割されている。これは二人でプレイすることを重視しているためである。一人プレイの場合、上半分がレース画面、下半分がコース全体図もしくはバックミラーとして、背後の様子が表示される。1P モードで2種類。 2P モードで3種類存在する。なお、本作のみ、マリオカート GP 以外では、すべて 100cc での走行となる。8台のカートで競争を行い、コースごとの結果を積み重ねて、総合優勝を目指すモードである。1P、2P どちらでもプレイできる。このモードのみ、排気量の選択が可能で、50cc クラス、100cc クラスがあり、 排気量が大きいと、カートの最高速度が上がることで何度も高くなる。プレイヤーは、最初にクラスドライバーカップを選択する。ここで選択したドライバー以外は、コムとなる。ラウンド1のプレイヤーのスタート位置は8位。2P モードの場合は 1P 側が8位 2P 側が7位となる。ラウンド2以降のスタート位置は前ラウンドの順位となる。また、 プレイヤーキャラに応じて、コムキャラクターの初期スタート位置が固定されており、さらに上位4人には強力な性能が付加され、順位を落としてもすぐに、元の順位にまで戻ってくる。ゴールした時の順位が4位以内なら次のコースへ進めるが、5位以下だと失格となり、そのコースをやり直しになる。リトライには、回数制限があり、初期状態では3回。リトライを拒否したり、 途中でリタイアしたり、リトライ回数0の状態で5位以下になると、ゲームオーバーとなり、タイトル画面に戻る。同じ順位を3回取った場合は、リトライ回数が1増える。2人プレイの場合は、片方が4位以内であれば、次のコースへ進めるが、5位以下の場合は次のコースへ進む際にリトライ回数を1消費する。リトライ決定権は、両者とも5位以下なら順位の高いプレイヤー。 片方もゴールせずリタイアしたなら、リタイアを決定したプレイヤーとなり、どちらも互いのリトライ回数を一ずつ消費する。なお、途中のリタイアは再開と同じ扱いだが、リトライ回数増加の条件には当たらない。プレイヤーが次のコースへ進むたびに、上位4人のドライバーへ、ドライバーズポイントが加算され、プレイヤーが、 最終コースを4位以内でゴールした時点で最終コースのドライバーズポイントを加算した総合成績を競う。総合成績発表は表彰式となり総合成績3位以内であればトロフィーも贈呈されてデータに記録される。なお、リトライ回数を使い果たしてゲームオーバーになってもドライバーズポイントは継続されるので2人プレイの場合、 ゲームオーバーとなったプレイヤーでも3位以内に入賞できる可能性はある。スペシャルカップの解禁はこのモードで 100cc のすべてのカップでの優勝が条件となっている。また、スペシャルカップでも優勝した場合、さらに排気量の高い 150cc クラスが新たに解禁される。ちなみにコースの設計がタイムアタック VS マッチレースと一部異なっている部分がある。 1P モードのみ、プレイ可能。コースを1台のみで走行し、いかに早くゴールできるかを目指すモードである。アイテムが配置されていない、コース構成が、マリオカート GP と、若干異なると、いくつか、条件もある。本作のみ、レース開始時にキノコを所持していない。乾燥すると、直前の走行の様子を、ビデオ再生する、リプレイコマンドが現れる。また、 コースアウトや障害物への衝突などミスをせずに、乾燥した場合は、リプレイの時に、LR ボタンでアングルを変えながら見ることができるほか、その走り方を、そっくり再現する。ゴーストが、次回のタイムアタックから出現する。なお、特定コマンドを入力することで、スペシャルカップをこのモードのみ無条件に出現させたり、ゴーストのデータを一つだけ保存することが可能。2P モードのみ。 プレイ可能。一つのコースを走り、相手より先にゴールすることを目指すモードである。マリオカート GP と同様にアイテムが出現する。なお、特定コマンドを入力することで、スペシャルカップを無条件に出現させることが可能。2P モードのみ、プレイ可能。アイテムを使用した攻撃そのもので勝敗を競う。そのため、カートとアイテムを利用した純粋なバトルとなっており、 レース形式を一切取らないため、ゴールというものが存在しない。コースも専用のものを使用し、4種類から選択する。双方のカートに3つの風船がついており、攻撃を受けるごとに1個減るため、何度攻撃を受けたかがわかるようになっている。先に相手の風船をすべて割ったプレイヤーが勝者となる。本作では8人のキャラクターが2人ずつ4つのタイプに分けられ、 タイプごとに最高速度、加速力、コーナリング性能などが異なっている。同じタイプのキャラの性能は同じ。うちの名称は日本国外のもの。本作のみすべてのコースが5周でゴールとなっている。障害物のうち一部は取り扱い説明書にてお邪魔キャラと紹介されており、これらは共通して特定の手段を用いることで除去できる。アドバンスでは バトルコースを除く全20コースが再収録されている。DS 以降に再収録されたコースは作品名を内に記載。コース内でマークが書かれたアイテムパネルを踏むことでルーレット形式で手に入る。レース時は順位によって出現アイテムが異なる。パネルは1枚につき1回しかアイテムが出現しない。プレイヤーが2位以下の時はすぐ前方を走っている1台のみ。 プレイヤーが1位の時はすぐ後方を走る1台のみが使う。原則的にアイテムは種類に関わらず設置するのみ。プレイヤーと異なり制限なく使用可能だがキャラクターによって使用アイテムが限定されている。本作はアイスクライマーの開発者である杉山忠だら8人を中心に1年かけて開発された。本作は2人用の F0 を起点としており、初期の段階においてマリオを題材にすることは決まっていなかった。最初に F0 のマルチプレイ化の実験が行われたが、ハードの制約上、動作のような長い直線コースを2画面で表示することは不可能であることが判明した。そこで2画面の中に収まるよう曲がりくねったコースデザインが設計され、 必然的に速度の遅いカートレースが題材となった。コース設定にあたっては、ネムの里への取材が行われた。また、最初の段階において、運転手はつなぎを着て、ヘルメットをかぶった男性として描かれていたが、シルエットが共通しているため、後ろ姿での見分けがつかなくなるという欠点が判明した。試しに、マリオを乗せてみたところ見分けがつきやすくなったことから、 マリオシリーズの世界観を取り入れることが決まった。さらに、マリオとルイージは、色で、見分けがつくことに加え、多様性を持たせることができるのも、決め手の一つとなった。後ろから見た時のわかりやすさを基準に、他のキャラクターの選定も行われた。また、初期案における、CPU の妨害アイテムは運転手に合わせて、オイル缶にしていたが、 運転手がマリオに変更されたのに伴い、CPU の妨害アイテムの多様化も図られ、例えばドンキーコングジュニアは、鉱物のバナナに変更された。作曲者は、おかそよ、バンドを太郎。お化け沼 BGM とクッパ城 BGM を呼び、スターによる無敵 BGM 以外は、過去のスーパーマリオシリーズ作品の BGM を使用しておらず、 ほとんどがオリジナルのものとなっている。ありがとうございます。